緊急事態宣言の解除に対し厳しい見方を示しました。小池知事は今のような感染状況が続けばさらなる対策の強化も選択肢と話し、感染防止への協力を改めて呼びかけました。都内で今日新たに確認された感染者は868人で、2日ぶりに1000人を下回りました。緊急事態宣言の開始から3週間が経ちますが、今週都内の新たな感染者は連日1000人前後で推移しています。宣言の期限となる来月7日まで残り9日となる中、今日の定例会見で小池知事は宣言解除に厳しい見方を示しました。依然感染状況、医療提供体制厳しいと、危機的状況だというそういう認識でございます。宣言をどうするのか、延長については今後の感染状況によることになりますけれども、今のような状況が続く場合はさらなる対策の強化も選択肢としてあり得るというふうに思いますが、そうならないためにここで頑張るんだという意識をですね、皆さんと共有させていただきたいというふうに考えております。会見の後、小池知事と埼玉、千葉、神奈川の県知事がテレビ会議で今後の対策を協議し、1都3県が共同で昼間や休日の人出をさらに抑制することやテレワークを一層進めることで一致しました。また緊急事態宣言が延長される場合は国に財政措置を求めることも確認しました。そして東京都は今日、新型コロナ対策を盛り込んだ新年度予算案を発表しています。予算規模は一般会計で今年度より710億円多い総額7兆4250億円です。基本は厳しい財政環境の中にあっても都民の命を守ることを最優先としながら東京の経済を支え、その先の未来を見据えて都政に課せられた使命を確実に果たしていく予算。東京都によりますと、都の税収は新型コロナの影響による企業収益の悪化で今年度よりおよそ4000億円少ない5兆450億円となる見込みです。財源を確保するため東京都はさまざまな事業を見直すことで1110億円を捻出したほか、積み立ててきたさまざまな基金から合計で8290億円を活用します。また都債を新たに5800億円以上発行する方針です。